雑談ってそんなにないと。え、なんかさ、こう、なんか、こうね、さ、こう、いう空気が流れてしまうの。なんか、何喋ろみたいな。ってなってしまうの。なんか話広げるのが下手で、だからなんか、なんだっけ、友達と喋っててね、こうねさ、お猿のジョージっていうのが好きなの。知らない人いるかもしれんけど、お猿のジョージっていうキャラクター、まあ、アニメがあって、お猿のジョージ好きなのね。で、友達と喋ってて、なんか好きなアニメ何って言われ、なんかそういう話をしてて、なんかみんながハイキューとか、なんか、フリーとか、弱虫ペダルとか言ってて、コーネはお猿のジャージ好きって言ったのね。大爆笑されて、なんか、なんで何それみたいなこと言われて、なんか、面白いこと言うチャンスだったのに、コーネは、なんか、お猿のジョージに爆笑されたことに、ちょっと少し傷ついてしまって、あ、ってなってしまったの。だから、なんかその、なんて言うんだろうな、その、跳ね返せる力っていうのを、なんか、ねえ、身につけたいなと。え、みんなだったらなんて返す？お猿のジョージ、好きっていう話して、なんでそんな好きなんて言われたらさ、なんて言う？なんか、面白回答待ってる。まあ、そんな流れにもうなんないけどね、きっとね。笑わない？あ、でもね、こうでもね、ちょっとね、後々察した。なんか、そういう流れじゃん。なんかそういう流れじゃん。アニメって言うけどさ、お猿のジョージではなかった流れ的にさ、なんか、ハンターハンターとか言えるわけじゃん。ワンピースとか言えるわけじゃん。なのにコーネはお猿のジョージって言ってしまった。流れ的にね。そうそうそう。それはちょっとね、コーネもね、わかってるけど、流れだよね。そう、流れ読むのね。こうねさ、ほんとなんか空気ブレーカーって呼ばれてたことがあって、空気を一瞬でね、なんか摩擦できる力を持ってるらしい。だから、あ、なんかあったな。なんかあった。なんかディズニーのキャラクターで、なんか一番好きなの誰って話になって、みんなはなんかプリンセスの名前言うよ。なんかベイルスキーとか、シンデレラスキーとか、言うわけよ。言うのね。で、こうね、ジミニークリケットーって言ったんだけど、その時も空気が凍ったよね、なんか。あ、ジミニー、あれじゃん、なんかキノピオに出てるやつじゃんみたいな、なんか、話になってた。そう、なんかみんなプリンセスの流れかーと思って、なんか、いろいろ考えていたけども、キノピオ、ピノキオだ。ピノキオじゃん。え、ピノキオ、キノピオどっち？わからん、もう。なんでそう似たような名前つけるの？キノピオって何？ピノキオか。なんでそう似たような名前つけるの？